っぽくなったね、ピンクにしたら。でも写真で見るとね、もうちょっとなんかね、まあフィルターかけてるってのもあるけど、ちょっと薄く見えるかも。わかるかな。ちょっと薄く見える。です。かわいい、ありがとう。やったね。夜ご飯は昨日のキムチ鍋の残りに麺を入れて食べました。水が全然足りなくてしょっぱかったけど食べた。そう、昨日の夜結局食べなくて、髪は切ってない、1ミリたりとも。そう、シャウエッセン食べた。シャウエッセン2個入れて、うん、ラーメンにした。前髪は切ってないよ、この前自分で切ったっきり。髪の毛も切ってもらってないです。コップ虹色に光ってない、そういうコップなんだよね。トリートメントはしてもらったよ。ね、小田もツイッターでシャウエッセン美味しいみたいに書いてたよ。鬼うま辛味噌っていうカップ麺美味しかった。どこに売ってるの？うん、さ、カップヌードルの辛いやつも出てたよね。そういえば。なんかもう雨続きでさ、私雨になるとすごく頭痛がするんですけど、頭痛がひどい。ひどくはないけど、ほんのり痛いから。寒かった、今日も半袖で行っちゃったけど、なりに寒かった。えね、肩こりも分かる。なんか凝ってるよね、すっごい眠くなんない。あとマジで眠い、寝てるはずなのに眠くない。ホヤ、今さ県民ショー見てるんだけどさ、ホヤって何？ホヤっていうのを初めて見た、人生で初めて聞いた。ホヤって何？貝？ね、人生で初めて聞いたんだけど。さすが海なし県ってのはもう思いっきりバカにしてて嫌味なんだけど、貝なんだ。ほ、うん、ホヤの塩辛ってやつでしょ。いや、なんか理解してなくて、ホヤってなんだろうと思って。すごい、確かにドリアンみたい、見た目。ホラ貝初めて見た。すごい、でも見た目は変な色だね。ね、舞台のさ、ニュースっていうか
ニュースか載ってたね。もっちゃん劇場のツイッターフォローしてる人は分かると思うんですけど、動画ちょっととか写真とかもちょいちょい出てて、おお始まったなと思いました。見た？いやなんか私は稽古のその動画を見てて良いの見たんだけど、なんか別物だった。すごいアイドルじゃない感じ。そうなんかすごいなと思った。私ができるかって言われたらすごい不安なんだけど、でもなんだろう、すごいなんかこの自分がとやるやるってなってくるのにつれてすっごい不安になってきて、いやどれだけ私はユイとかの倍5倍くらい練習しないといけないからさ、下手でも何も思わないでね。カツラすごいよね、あれ化粧もすごいし。そう、歌もあればセリフもあってダンスもあって盾もあって、だから超ハードだけど、でもちょっと今は公演のこと考えないと私は同時進行がなかなかできないので、まずは8日の公演を終えて一段落したらちゃんと追いつこう、整理しようと思って。愛媛いるの見に行ってるんだ、やだな、人と比べられるのが一番やだけど、まあ仕方ないよね。そう、一つずつ、まずは私は目の前にあることしか全然手につけられないので、とりあえず公演のことだけ考えたいと思います。プレッシャー、そうおでこ丸出しなの私似合うか不安になってきちゃった。ちゃんと化粧バッチリして、いやもうね実際カツラの採寸と衣装合わせだけはしてるんだよね。早くない？見た目はもうね準備満タン。もう愛媛行ったらさ、まめに美容院とかも行けなさそうじゃん。だからもう本当にもう黒か茶色で行こうと思ってるけど、染めた。とりあえず私たいねちゃんは今は公園のことを考えてる。地毛の色関係ないんですよ。ユイとかだって髪色すごいよね。
個人的にやることもちょっと詰まってきたので、タイミングはいろいろあれだけど、今はやることがいっぱいになりそう。テンパってきてはないけど、もうそろそろテンパりそうですね。ちょっとバタつきそう。いやもう金だったから絶対これがねよく見えるよね。でもすごいブリーチしてこの色入れたかったからよかった。そう、劇場もあってその後もちょっとずつバタつきそうなので、頑張ります。でもまた落ちたら多分、まあ、あんな真っキンキンにはならないだろうけど、いやお仕事だけどプライベートもあるから、そうちょっとバタバタしちゃう9月は。稽古はまだだと思うけど、そう新曲も発売するしね。メール書かないと。メール書こうかな。まあ今は向こうの愛媛で舞台が始まったばっかなので、そんなすぐに私たちができるってわけじゃないから、リップ日によって書いてるけど今日は赤系かも。800、ハマーがさめっちゃ女になっててビビったんだけど知らない間に。でももうみんなが愛媛行って1ヶ月くらい経つんだなって考えたら早く感じ。2回目、今日の配信ね、いい女感半端なくない？
ょっと短いけど送ります。なんかめっちゃインスタバグってない？めっちゃバグるんだけど。ね、読み込みできないとこいっぱい出てくるね。ね、トレンド入りしてたね。全然読み込んでくれない。みんなはさ、YouTube 何見てますか？何見てる？あんまり見ない。ゲーム実況なのね。マリマリマリ、何それ。見取り図さんのチャンネル。何？ゲーム実況多くね？めっちゃいるじゃん。あ、バンバンザイって今流行ってるよね。おお、みんなゲーム実況。キリンワールド、ユーナモゲモス、AKB だね。CA さんの方に、CA さんってこれ？車系全く見ない。芸人さんのコント、オフ YouTuber。あまり大きい声で言えんやつ、1日のやつ。すごい、みんなゲーム実況多いね。意外と多い。そうなんだ。ひろゆきさん切り取りね。私マジでひろゆきさんのこと知らなかったんだよね。生き物系って何？アムちゃんね。アムちゃんやってる最近。YouTube ってそもそもエチエチのやつ見れなくね？なんだ。アムちゃん愛媛でやってんのかな。こんなこと言っちゃダメだね。毎日ラーメン、健康生活。あかんかん。なるほどね。私も、じゃあ私の最近のじゃあ YouTube 事情話すわ。あ、なんかアムちゃんって子聞いたことある。てんてんりんりちゃんって子も聞いたことあるけど、わかんない。私は基本私グレイルっていう通販で安いから買うんですけど、グレールって結構当たり外れがあるんですね。その生地が良かったり悪かったりとか、作りが良かったり悪かったりっていうのが、その通販で見てるだけで分かんないから、 YouTube でその購入品買ってる人がいるから、それを見てレビューを見て買ってます。いつもそう、グレールはね。あとはテリヤキチャンネルっていうカップルで大食いしてる人、めっちゃ上手に料理を作って大食いしてるカップルさんがいるんですけど、テリヤキチャンネルさんをよく見る。あとは
すごい今流行りのコムドットさんをたまに見るなった。なんかすごい、なんか私はすごい BGM として流してたの。なんか一人が寂しいから賑やかな人流しとこうと思ってコムドットさんを流してたんだけど、すごいなんか面白い。でもなんか年下っていうか高校生とかが好きそうですね、コムドットさんは。大人の方はなんかしょうもなって思っちゃいそうな感じかも。あとは最近はイコラブさん見るかな。あとルームツアーとかかな。でも基本なんかお洋服のなんか購入品紹介とか、あ、そうメンバーの覗いてねって感じです。あとは料理の何かを見たりします。イコラブ大好き、もうずっと好きなんだけど、なんかまた最近イコラブさんブームが来ちゃった。スースースキチュチュチューってやつあと夏祭り君に恋したのがもう大ピーク。いやマジで見てほしい、本当に見てほしい、マジで可愛いから。 MV 最高。誰推しですか。せーの、ナータンナータンちゃんです。もう本当に可愛い。アンニュアルムはリーちゃんが好きで見てた。私は全然誰が誰だか分かんない。うん、私面食いだと思う。顔で選ぶわけじゃないけど、顔から入ってちゃんとなんか聞かれたって感じかな。そう、でもやっぱ可愛いって正義なの、本当にそう。もうエイトはみんな可愛いからみんな正義なんだよ。でも人間ってさ、好きなタイプ分かれるからすごくない？私も可愛くなりたい。いおりちゃんも可愛い、まいかちゃんも可愛い、みんな可愛い。コラブちゃんもキアラちゃんも可愛いし、みんな可愛い。てかイコラブさんの曲がいいのと MV もいいし、なんと言ってもライブの生歌がもうすごい。あの意味はねまだ把握できてないんだよね。
可愛くなりたいなと思って見ちゃう、見入っちゃう。確かに亀子さんがめっちゃ写真上手に撮るよね。でも私あんまりアイドルにハマることがないからすごいレアかも。ちゃんと PV とかライブ映像とか見るのイコラブちゃんだけです。昔は8入る前はももクロさんも好きだったし AKB も好きだったしだったんだけど、うん、カムラシ駅あるんだっていいよね。でもさくらさんのコンサートで決まったよね、カメラ席みたいな。今ってそういう文化になっていくのかな。もしさ AKB もそういう風になったらみんなはどうする？カメラ席にするか、それとも普通の席だけにするか。もののふだった。カカ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 カスコンボ123タンサンタサンシャンシャンも好きだった。やばい、ずめっちゃ見てたよ。めっちゃもののふだった。かき氷いちご味ペロを食べたらなっかっかーみたいなやつめっちゃ好きだった。でもさ、ごめんまた話戻すんだけど、カメラ席ってさカメラだけなのかな。子さんだったのかな。割とシャンプーも好きだった。そう、携帯とかダメなのかなっていう、カメラだけなのかなって。私割とシャンプー本当に好き。エビザイシャンプーね8入る前にやってたけどできなかった一人でお母さんとか誰も家にいない時に鏡の前でエビザイとかしてたんだけど全然多分できてるって自分で思ってるけどあれは全体できてないね。ドボンしよう。なんか自分の中学校の時見るとおもろい。なんか隠れてお母さんのメイク道具使ってちょっとメイクしてみたりとか。笑顔が止まらない、届く心止まらない、動き出すよ君の音へ、走れ走れ走れ。いいよね。さあ久しぶりのドボンです。うん、メール来た？よかった。ももクロさん大好きだよ。でも久しく見てないから覚えてるかなっていう。うわ、乙女戦争とか好きだったんだけど、未来ボールとかも好きだったな。気になる、どんな感じだったか気になる、気になる。ちょっと
ももクロさんって LINE ミュージックに入ってるかな。中学校の時は本当に好きだった。じゃあドボンを今から開きます。みんなドボンできますか？でも久しぶりに聞くとさ、覚えてないかな曲。じゃあどうしよう、4分45秒でお願いします。あえて PUBG しちょっと待って、どういうこと、なんでよ。うわ、チャイマックスも好きだったな。45秒です。私も全然パブやってない。みんなパブやってる最近？いや、私パブでお仕事もらいたいくらい頑張りたいんだけどな。一人だとできないから意味ないね、これ。やってる？小ヤギさんありがとう。一人しかいなかった。めちゃくちゃ上手くなってます、マジで。確かにパブワーク作って配信したらいいか。ももクロ流しちゃった。久しぶりに聞きたくなった。終わっちゃった。次6分30秒いけるかな。恋の落とし穴、覚えてるもんだね。アーリンなのだ。いや、もちろんアーリン推しだった。バレた。え、でもももかちゃんが一番好きだったかも。ももかちゃんからアーリン推しになった。ミリアちゃんとジャパネスクさんありがとう。できるんだろう。週末の日ももクロ。うわ、ちょっとももクロさんの曲保存し始めるわ、 LINE ミュージックに。嘘、称号だった。いいな。終わった。次8分30秒です。ありがとう。すごいボーナスタイムだから一気にランキングが上がる。
ティラムシさんいた？誰なんだろう。アーリンのことささきって言うな。アーリンだよ。アーリンだよ。この絵文字誰？この絵文字誰？と YK サルタンしか勝たんさん、ありがとう。ウニタンさん誰だろう。みんなさ、ももクロさんで何が好きですか？ももクロさん好きだったとか好きな人いるのかな今。パパイヤマンゴーココナッツかき氷走れピンキージョーンズ、うん、ココナッツカチカチに燃えてるお日様、まずはココナッツベイベー。いや私でも子供だったからなんかライブ行くとか CD 買うとかができなかったんだよね。だからそれこそ本当に YouTube とかで調べることしかできなかった。次10分45秒、いけるかな。走り多いよね。大西とかもチャイマックス好きだよね。七瀬と大西がずっとチャイマックス踊ってた。みんな視線大爆破エモい。なんかが子供ながら YouTube とかで調べてたのが懐かしい。みのっちゃってマークゆうなおしさんありがとう。わかる、ワニとシャンプーってマジ夏休みより聞くと焦るよね。バッシュバーココナッツベイベージュース飲みたいな。いつ好きだったんだろう。中1とかかなやっぱ。でも謎に一時期ボカロにハマった時期もあったから、そう終わっちゃったもん。次12分30秒です。ココーナーツココーナーツ、いや私ボカロ中2だったんだよね。遅くない？中2かな中1だったかな。中1かも。グミちゃんが好きだった。グミちゃん、半年に1回くらいリーちゃんとボカロ聞く日があるの謎に。シオンさんとムジバナちゃんと絵文字の人ありがとう。ムジバナちゃんかなこれ。あースパガとか、なるほどね。そういうそっちにもやっぱいろんなアイドルさんいるもんね。ごめんなさい、ドボンします。ドボンいっちゃった。次14分30秒
からないぜ、パパイヤマンゴーココナッツ。曲聴いてるとすごい元気出る。14分30秒ね。ムーンライト伝説もあるんだね。もっと古いアイドル、私もうこれ以上過去のアイドル分かんない。メリークリスマス。てかめっちゃドボンの順位上がったんだけど、もう80何位になったよ。モームスさんね、お姉ちゃんがモームスさんの大世代だったな。あーでも AKB アイドリングは好きだった。了解って人とマジバナちゃんとヤスンさん。マジバナちゃんめっちゃ当たる。あ、私ね洋楽の良さが分かんなかったんだよね。でもそれこそバックナンバーさんとかが好きだった。え？終わったんだけど。マジバナちゃんが一瞬でドボンした。もう終わったね。瞬殺。次16分30秒。ヤスンさんカードすら出してない。そうアイドリング AKB アイドリングは入る前に見てた。中止ようぜの MV。 でもアイドリングで私人気な人全然わかんない。朝日奈央さんくらいしかわかんない。今テレビつけてるとさ、山田太郎物語見てたわと思って。あ、菊池亜美さん、懐かしい。私の幼馴染、一個上の幼馴染の人が人子がめっちゃ小学5年生くらいの時に嵐さんが好きで、めっちゃ YouTube で見せてくれた。パソコン使ってなんか嵐のなんだっけな、宿題くんとかめっちゃ見せてくれた。サザビさん、ゆきたんさん、たまこパンさん、ありがとう。じゃあみんなはさ、アイドルのアイドル人生が長いってこと？アイドル推してる人生めっちゃ長いってこと？もう曲止めよう。ちょっと、プライベートでもももクロさんを聞きます。人生の半分を託して。すこ押し始めたなチームメイトから。おー嬉しいね。自分は AKB 以外は全く知らないに等しいか。逆になんでその AKB を好きになったんですか？急に AKB を好きになったきっかけ、誰でとかでもいいし曲とかでもいいし。次18分45秒です。AKB のハマちゃん、まゆゆさん、
歌、 YouTube、 サイン会、 Maybe、 親友が好きな男の子が AKB 好きで話聞かされた。総選挙、なるほどね。入り口ゆうちゃん、おーすごい、ビンゴ、スチャラさんのブログ8、有吉共和国、いうな、ありがとう。衣装も可愛い、確かに。ラウンドワン、レースミニ富士スピードイント8、確かに。 KB は虫の目に連れられて行こうに行って、そうだ、しーちゃんと握手してからマジで使うのさえちゃん、なるほどね。カズさんと服部優の牧場牧場長さん、ありがとう。こんな話をしてたら逃すところでした。私は学校で AKB が流行りだして、それがヘビロテとかかな。で、何で見てたんだろう、小5とかかな、次20分45秒です。自分のあの古い携帯で見始めて、駄菓子屋さんで非公式のグッズとかいっぱい買ったりしてって感じかな。初押しはゆきりんだって、いるって見つけた。嬉しい、小5だったよね、やっぱ。小学生の頃はね、非公式のものしか買えなかったんだよね。それこそだって小学生で CD ショップ行くこともなかったし、あんまり親とも出かけなかったし、新血さんと、すごい誰だろう、全然読めない感じの人がいる、ありがとう。あと白身ぴょんずさん、ありがとうございます。でも私の周りは小学校で AKB ピークが終わって、もう中学校入ってから AKB 好きがってここが聞かなくなったかもしれない。いたのか、いたんだろうけどね。そう、お小遣いが足りなかったのよね。次、もう終わっちゃった、22分30秒です。いや、それこそ女の子たちはみんなジャニーズさんに変わったんじゃないかな、だと思う。私の周りはみんなそうだった、 AKB からジャニーズさんって感じだった、ね、私は前田さん推しでしたもん。エビ様さんと亀丸さん、ありがとう。あー、キスマエさんとか、そうだね、その辺かも。もうリラムシが有名人じゃん。あ、どうバーストして終わっちゃった、終わっちゃった。次24分
30秒です。ちょっとペース結構早いけど、あでも B 推しとかみんな知ってるかも、意外と。本家になっちゃうけど、今のはねあれだけど、私24分30秒って言ったよね。え大丈夫だよね。あれお腹めっちゃ鳴ってる。あれ合ってるよね。間違えたかった。話してるとなんか狂ってきちゃう大丈夫だっけってなっちゃう。エビ様さんとんっていう文字の人ありがとう。学生の時は横尾さんでした。そうなんだ。逆にさ、みんな男性アイドルハマったとかないんですか。ないかな。男性が男性ってあんまりないよね。曲はよく聞く？男性アイドルの。BL に興味ありません。なるほどね。まあ、綺麗な BL だったらもう見てていいかなと思うけど。次26分30秒いけるかな。羞恥心はアイドルじゃないな。でも私の高校の同級生がすごいそのジャニーズさん好きで、コンサート行くって言ってて、男性の子がね、男性男の子がすごい手振っとか振ってくれるって言ってた。そうなんだそうなんだ。すごいなんか誰が好きか話していい？その友達が、え誰もいない、ロジョスさんありがとう。なんかニュースの増田さんが好きらしくって、でもなんかその子もすごいファッションセンスがすごい、ニュースの増田さんに影響されててすごくて、えそうなんかやっぱ似るもんなんだと思ってびっくりした。いやもう憧れてるんだろうね、そのファッションセンスに。ドボンします。ドボンしちゃった。そう理想なんだと思う。ファンかつ憧れかな。やっぱ次28分30秒です。でも確かに周りに男性で男性アイドル好きって子はあんまりいなかったね。かといって女性アイドル好きって子もあんまり聞かなかったけど、やっぱそれこそみんな韓国の
アイドルさんが好きって子が高校の時は多かったかな。隠してるんかな。アロハさんと服部優奈牧場なんて呼ぶのこれ、牧場なんとか無印さんとムパラギちゃんありがとう。シャイニーとかなんだろう、エクソみたいなやつとかなんかいっぱいいたよ。バンタンとかビッグバンとかの方が多かったと思う。救務員救務員初めて見た感じいや周りに本当に韓国のアイドルが好きだった子がいただけど、私マジで知らない人が誰が誰だかとか、韓国さんのアイドルにハマったことがない。アイズワンは好きだったけど上がっちゃった。次30分30秒です。これ1位になるまで終わろうかな、1位になるまでやろうかな。救務員って何、おにゃんちゃんも可愛い。確かに。でもアイズワンから AKB 来たって子も意外と多そう。女の子は嬉しいよね。あ、お馬さんお馬さんでこれやばいかな。りょうたとマーク、とりももさんありがとう。坂道は通ってないんですよね。実は終わっちゃった。次32分30秒いけるかな。お願いします。ショールームイベントやるんだ。そうなの、知らなかった。何のイベントやるの。ね、やっと当たったね。当たる人当たるけど当たんない人全然当たんないもんね。ドボンって乃木坂かと乃木坂と行けるとしたら、そうなんだ、すごいね。大変そう。でも楽しいですか。小島子のなんか、ん、なんだそら。誰もいない早かったかな。ファッションショー出るイベント、そうなんだ、そんなのあるの。ショールームのイベントっていっぱいありそう、知らなかった。最近めっちゃお腹が鳴るんだよね、なんでだろう。
キムチ鍋で発酵食品食べてるから、カントリーマームあるよ。トボンします。トボンしちゃった。次34分30秒です。もうでも私今30位まで行ったから、もうちょっとで1位になれるかな。おやすみなさい、ロロさん。かゆ、ミリアちゃんとコウさん、ありがとうございます。D ちゃん LINE 返してくれない最近乃木坂6人で教えたのに、ここに 2,3 年ってなんかね、卒業生の方がすごい多いイメージ最近。お腹鳴るんだけど、キュルキュル言うてる、キュルキュル言うてはるよ。配信を終わっちゃった。コウさんが上がった。配信してからよくてみたら、ううん、もう送ってやる。あ、今来た言わないと返してくる。27位になった。次36分45秒です。やばい、めっちゃ紹介してるんだと思う。キュキュ言ってる。てかもう冷房いらないっていうのがなんかびっくりするんだけど。ブッキーさんとシャオユー、あとマクユーナオシさん、ありがとう。でも岐阜は暑いんだって。今日お母さんと久しぶりにテレビ電話した父さんとも電話したけど、11時まで配信しよっかな。ただ電話がしたかったって言って電話したわけじゃない、用事があって電話したんだけど、ココとチェルが見れたかな。クートにはんちがいなかったけど、終わっちゃったね。蒸し暑かったってお母さん見てた、冷房つけたって言って。次38分45秒です。トボンオートじゃない、一瞬オートにするときあるけど、基本今素手でやってるよ。38分45秒です。
手動でやってる。KTAK さんありがとう。ウィンクをください。せーの。めっちゃ眠い。どうされた。次40分30秒でお願いします。対戦ありがとうございました。ありがとうございます。時に岐阜最大級のイオンモール作ってる。マジ？そうなんだ、知らなかった。鏡原より大きいイオンモールってこと？レボさん、レボさんありがとうございます。今日なんかその美容室行った時にその iPad で本っていうか雑誌読んでたんですよ。雑誌読んでて、そのビビかな、ビビって雑誌にさくらさんの記事があって、宮脇さくらさんの記事、さくらさんの記事読んでたら、えっって思うことがあったんです。次42分30秒です。何だと思いますか？今度42分30秒です。事務所契約。私がへって覚えたことは、さくらさんがチャミスルを飲んでるっていうことにびっくりしちゃった。えって、さくらさんってあんな細いのにお酒飲むんだと思って、っていう、ごめんね、どうでもいいかもしれないんだけど、ちょっと衝撃受けちゃった。あんな細いのにお酒飲むんだって思って、そんな頻繁に飲んでないだろうけどさ、びっくりしたっていう話でした。関係ないのかな。鶏ももしかカタンさんありがとう。そう、韓国のお酒。びっくりしちゃった。酒飲み食べないから、うん、食べないから細い人結構。そうなんだ。お酒ってすごい太るイメージあったけど、ものによるってこと？私は、なんか買おうと思ったの、どうせ一人だしと思ったんだけど、なんか気が向かない。
めっちゃお腹鳴る。でもビールに魅力を感じてないから、まだまだってか飲めないと思う。匂いでダメだから終わっちゃった。次44分45秒です。あ、そう、1日ちょっと5食食べるって書いてあった。びっくり。でもちょっとってことは本当にちょっとなんだろうなって思って。あ、みーたんちゃんだったんだ、ありがとう。ほろ酔い飲みやすいよって。飲んだことはあるけど、すごくジュース感覚だなって思った。いや、でもビール飲める人すごいなって。だから私はビール飲める人すごい大人に見えるけど。チャミスルってみんなそのまま飲めるの？お寿司食べる時以外ビール飲まなかった。なるほどね。アクアさん、ありがとう。すごいな、こういう話をするとみんなは大人だなって。あと1回でパラダイス、いや頑張ろう頑張ろう、10時までとりあえず頑張ろうや。もうでも眠くなってきてる。25度って普通なの？嘘でしょ？みんなからして度数25度って普通なの？いや、まあ人によるよね、これは。そうなんだ。エナジーさんはもう余裕なんだ。次、46分45秒です。美味しく飲めるものなの？そんな高くて。死亡だな。ビールがさ、ビールって意外と弱いんだね。そうなんだ。僕お酒強いよって人います？ワインとかも飲んだことないな。美味しい。そっか。いないんだけど、話してるとやっぱなかなか会えないのかな。あんまり会えなかった。96度って何？やば、熱そう。なんか熱そう。先に飲まれてますって、よくないことなんじゃないかそれ。でもやっぱなんかこんなご時世じゃなきゃさ、その例えば仲良くなりたい先輩とかとさ、一緒にご飯行ってお酒飲んだりしたら距離縮まったのかなって思う。なんかタイミングよね。だからドボンした。ね、次49分30秒、ちょっと開けますね。絶対さ、ご飯行きましょうってなった時にそれで距離縮めてったのかなって思うとちょっと悔しい。49分30秒です。
いや、なんか友達とか増やしたいなってすごい思った最近。酔って泣きながらからね、先輩とかなって大丈夫大丈夫。そういうのが楽しいんじゃないの？わかんないけど。でも経験したことないからわかんないけど、楽しそう、そういうのすら。サザビさん、カズさん、ありがとうございます。ピンクかわいい、嬉しい、ありがとう。ズーム飲み楽しくない？なんか変に気使っちゃいそうだよね。なるほどね。迎えに行くのね。なってきちゃった。いやー、わかんない、絡んだりするんじゃないかなと思う。私は誰絡みしちゃいそう。ごめんなさい、サダビさん、ドボンします。酒屋さんはそのご飯食べには行ったことあるけど、お酒はないですね。次、52分30秒です。1分後。というかみんな公演はもう申し込んでくれましたか？申し込んだ。明日の芋がる結果出て早いね。結構早いんだ。いや、これで落選したっていう人多分いない、落選って人いないと思うけどね。楽しみにしてます。日に日にもう緊張してプレッシャーがやばいんですけども、みんなに説教されないように頑張るね。ペラペラチーノとマークゆうなさん、ありがとう。ある？ないよ。125人だよ。2人だよ。あやねちゃんのファンが300人くらいいたらね、わーってなるかもしれないけど。確かに、まあ久しぶりだしね。でもやっぱ地方の人は来れないだろうし、平日だしね。ごめんなさい、ドボンしますけど、ピロチーノさん。あ、ちょっと次、54分30秒。8位になったんだけど。いけるんじゃないこれ。1位いけないかな。54分30秒です。カントリーマーム食べよう。やばい、食べちゃう、いっぱい。こんなの袋開いてたら。ユナのファン多いから足らない。うん、当たるよ。
最初180何位だった。うん、ハート3つベットしてやってるからかな。ヤッスンさん、ふみさん、ありがとう。みんなうちは忘れないでね。オンデマにもいっぱいやるわ。緊張する。終わっちゃった。56分30秒です。そうね、ほぼ映りっぱだね。確かにカメラも2台あるからほぼってか基本映ってるね。やっとパラダイスを追いつきましたね。みんな今ドボンやってる？もうハートないとかあります？大丈夫かな？4人来たんじゃないか？マジバナちゃんがちょっとあれだけど、マジバナちゃん、YK サルタンしか、カタンさん、カメモルさん、やっとこさ揃った。やったねー。マジバナちゃん、これはオートだな。嘘、当たってない。誰これ。マジバナちゃんいるんだけど。マジバナちゃんいるよ。マジカナバナナってなりすましがいるよ。終わったし大丈夫？マジバナちゃん偽物いるよ。ハルピョンパラダイスで。次58分30秒です。お願いします。誰？中心さんの偽物みたいなものや。有名人。あと2分で10時なんだけど。誰もいない、誰もいない。あ、でも私のカードにしてる。セルボンさん、ありがとう。セルボンさん、全体的に会える人少なかった。あ、この人もだ。ウェンディさん、ウェンディさんも私のカードだ。ありがとう。
11時だった当たらん日だってね。当たる日もあれば当たらない日もあるね。終わっちゃった。次。11時00分30、45秒です。これでラストにしようかな。当たんなかったらもう一回やるわ。チになるまでやめられません。もう多分もう無理今日は結構やったよね。でも今日結構小刻みにやってたし、さあ当たるかな。まぼろしさん、レディオスさん、ありがとう。来たね。またやりましょう。週2くらいでやりたい？週1の方がいい？やれる日はやりたいよね。週に毎日毎日はゆなちゃんが来ちゃうから、うん、パブもやるね。だからちゃんと普通の配信してパブ見える時もしよう。私もパブしたい。そろそろ私も上手くなりたい。トボンされたよし、じゃあ今日はちょっとこの辺にしようかな。トボンはいっぱいできた。7位まで上がりました。素晴らしい。今日はくるみの誕生日。いいですよ。おお、すごい、1万人ぴったしだ。はあ、やだ。もうこっからまた夜の一人が寂しいんだよね。お風呂すら寂しいもん何するのもね寂しい。もう息ついちゃった。そう、こんな20歳やだよね。でもみんなからしてどうなんだろう。
そう、でもやっぱさ、これも一人で喋ってるようなもんだからさ、なんか、うん、だからね、ほんとテレビつけとかないと怖くて仕方がなくて、音がないとダメ。だからそれこそキュン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 なもの見て、なんか心を潤わせて寝るとか感じか。そう、今までリーちゃんがいたから余計に寂しくなる。明日パブしようかな、久しぶりに。私の特技にしたいものをやりますね本当に一人暮らし向いてないけど、最近はちゃんと節約しようと思って自炊してる。だからコンビニとかにも極力行かないようにしてるし、自炊しようと思って頑張ってる。東京に呼んでくださいって。でもみんな東京来たいよね、きっと。お仕事の関係だと。今このテレビの無音のシーンが怖いの。なんか音出してないと不安になっちゃう。こんくらい。でもあんまり夜ニュース見たくなくて、でも今ニュースしかやってないからあれだけど。ほう、一人が苦手ちゃんですね。じゃあね、女子高生のやつはびっくりしちゃった。私も怖い夜のニュースは。まだ夕方なら大丈夫だけど、ランキング読みたいと思います。ありがとう、今日も見てくれて。13位ラピスさん、ありがとうございます。12位マジバナちゃん、ありがとうございます。11位新血アットマークナトリノンさん、ありがとうございます。10位チョロさん、ありがとうございます。9位天守閣さん、ありがとうございます。8位幻さん、ありがとうございます。7位中心アットマークセリちゃんさん、ありがとうございます。6位 YK アットマーク神いいお似合いかわいいお話し会はどうするのさん、その時の気分かな、ありがとうございます。5位ロロさん、ありがとうございます。4位 TK トンクアットマークタイナナトリノンさん、ありがとうございます。3位ゆうきさん、ありがとうございます。2位ミータンアットマークゆうちゃんちかかたんさん、ありがとうございます。そして1位がイナジーアットマークゆうなの活躍応援しますさんです。ありがとうございました。だからもしよかったらみんな755とか夜 DM とか送ってくれたらちょっとでも寂しさ和むかなと思うので待ってます。起きてるとかでも全然いいので、755だったら返せるし待ってます。ということで今日も見てくれてありがとうございました。おやすみなさい。また明日ね。バイバイ。